はい、昔々あるところに、佐野万次郎という男がおった。その髪型を作りたくなってしまった大変頭のおかしい美容師のお話です。はい、どうもこんにちは、井上です。タイトルにもある通りなんですけど、今僕ね、あるね、ヤンキー漫画にハマってるんですよ。そう、ろくでなしブルースっていう漫画なんですけど、冗談はさておきね、東京リベンジャーズを2人見始めまして、今日はマイキーの髪型を作っていきたいと思います。ただ黒くて長いマネキンを今からマイキーにしていきたいと思います。今回のターゲットはこちらのマイキーの髪型を作っていきたいと思います。こちらの髪型はこのように見ての通りなんですけど、ここが結んであって、ここが外なんで、ペーペーペーってなってる髪型なんで、それを作っていきたいと思います。まあ結構でもリアルな話をするとですね、この前髪ですね、前髪、ちょっとこう、ピュイってあるんですけど、こう前髪をね、ここの前髪を切っちゃうと、こう、後ろに持っていけなくなっちゃうんですね。なんで、ここの結ぶ部分は残して、あとはちょっと切っていきたいと思います。あとで結ぶところは切らないように留めておきます。はい、で、まあこの状態から切り進めていきたいと思います。ということでカット実況スタートです。はい、まず後ろ結構長めに切っておきます。ちょっとロン毛っぽい感じなんで、ちょっと長めに切っておきます。そしたらこれを前のところだけちょっとだけ分け取ります。分け取ったらちょっとこんな感じで前上がりな感じでカットしていきます。ちょっと前髪っぽい感じでカットしていきます。そしたらグイーンと引き出して下の方まで切っていきます。で、これちょっとなんか外跳ねした時を確認して、で、そしたら延長線上で後ろの方までグイーンとつなげてカットしていきます。切ってと思ったんだけど、めっちゃ黒髪だとバジさんじゃね、どっちかっていうと、結構髪型似てるよね、あの二人って。はい、それではね、長さが切り終わったんで段差を入れていきたいと思います。段差はね、ちょっと横にこうやってビヨーンって引っ張ったとこに出てくる角をカットしていきます。はい、でね、段差はね、束感が欲しいところに入れていきますので、マイキーの場合は基本的に全体的に入れていきます。はい、ということでカットが終了して、はい、アンスレスバジさんヘアになりまーす。冗談は置いといてね、はい、じゃあマイキーは金髪なんで、とりあえずこれでブリーチをしていきたいと思います。ブリーチっていうのは脱色することですね。ということでこれでブリーチをして一回金髪にしていきたいと思います。たっぷり毛先の方から塗っていきたいと思います。ところで皆さん、ヤンキー漫画は好きですか？ヤンキー漫画皆さん何が一番好きですか？結構ヤンキー漫画ってね、何がいいかっていうとね、俺ヤンキーじゃなかったんですよ。アニメオタクなんでもう陰キャ全開だったんですよ。俺からするとやっぱヤンキーはやっぱ憧れちゃうんですよね。それを疑似体験できるっていうヤンキー漫画はやっぱいいっすよ。いいっすよね。喧嘩ってそんなする？喧嘩あんな殴り合ったりとボコボコにしてなんか死んだり絶対しないでしょ。もう俺生まれてから一回もしたことがない。もうだってなったらもうそこツイッターとかインスタで話しちゃうもんな。もう絡まれたことしかないもん、どっちかっていう。もう絡まれたの人生3回あるんですけど、小学5年生の時、地元のイトーヨーカドーでマリオとルイージみたいなお兄さんに50円だけ格上げされた。俺が専門学校1年生の時にロンドンのめっちゃ治安悪いところのめっちゃ治安悪い公衆トイレ行ったらなんかすごいなんかホームレスのおじいちゃんとケルベロスみたいな番犬となんかすごいイケメンの不良が2人いて3人と1匹に絡まれた。最終的にお互い何言ってるか分かんなくなって解散されたんですけど、ダッシュで逃げてきた人間だからもう喧嘩とか一切したことないのよね。はい、じゃあ塗り終わったので、これで大体10分ぐらいお時間を置いていきたいと思います。家庭用のサランラップに包み込んでやっていきたいと思います。はい、それでは、ブリーチ10分ぐらい経ったので、結構脱げてきましたね。金髪なんですけど、これブリーチしただけで金髪になるんですけども、ブリーチしたての金髪はすごい黄色が強いんですね。めちゃくちゃもう輝いて、もうゴールドクロスみたいな感じで輝いちゃうんで、薄いベージュを入れてあげると結構馴染んでくれるんで、それをちょっとシャンプー台の方で入れていきたいと思うんですけど、家で撮影してるんですね。家で撮影してるところを風呂場でやっていくんですよね。映像で映すとちょっとなんか結構やばい映像になっちゃう。じゃあね、お風呂場で僕ささっとやってきますんで、これでちょっとベージュも入れていきたいと思います。はい、カラーが終わりまして、こんな感じで金髪なんだけどこっちは薄くベージュ入ってるんで、ちょっとね柔らかい感じの金髪になってるんですね。ちょっと乾かしてセットしていきたいと思います。ちょっとこの前髪をオールバック気味で乾かしていきたいと思います。なんかすごくないな、これマイキーっぽくない結構、ということでこれでセットをしていきたいと思います。前にまずここ一回結んじゃいます、邪魔なんで。たらちょいとこうほぐしてあげると割とここがペタッとならない感じになるので、ちょっとこうほぐします。はい、このね、どのご家庭にもあるこのストレートアイロンで最後仕上げていきたいと思います。ここからね、外跳ねをグイーンと入れていきます。このように原始的に跳ねてくれますね。こんな感じでね、ちょっとベースが出来上がったんで、最後はワックスをつけていきたいと思います。でね、万次郎くんはね、ちょっと男の子なんだけど、長めのスタイルなんで、あんまり硬いやつを使うと絡まっちゃうんで、この柔らかいワックスを使っていきたいと思います。どうですか、なんかこの外羽の感じ、そうかっこよくないな。で、なんかこう結ぶ感じね。結ぶ感じ、さすがにこんな長い男の子ちょっとあんまりいないけど、なんかいいよね。この辺、なんかこの結ぶのなしでこの辺だけでもかっこいいかなって思うよね。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。